支援したのに会えなかったですって、それは本当ですか？はい、ユタボンからは淡々としたお断りメールが来ました。支援者に対してあまり誠意がないように思えますが、だいたいそれって本当にユタボン本人が送ったメールなんですかね？どうなんでしょう、確証はありません。結局返金するから許してねという感じで終わりましたね。間違いなくアンチに認定されたってことじゃないですか。しまゆうのアトリエ。小学生の頃から不登校であることを自ら公表し、少年革命家として活動している中学生 YouTuber ゆたぼん。不登校は不幸ではない、子供は学校に行く権利はあるけれど義務はない、などの持論を発信し、たびたび世間からも注目を集めている。あれ、不登校になってもう4年が経つねん。学校に行かなあかんとは思わんけど、このままやったら何も勉強せんまま大人になるんかな。勉強は学校だけでするものっていうことでもないんじゃない？それはそうやけど、ユタボン専用の勉強カーとか作ってみれば？勉強カー？小さなトラックを改装してさ、机とか椅子とかユタボンの好きなものを置くんだよ。それはすごい、せっかくならそのトラックで日本一周とかしてみたい。いいね。でもそんなことするにはお金が必要やな。だね、車も用意しないといけないし。そうだ、クラファン使ってみれば？クラファンってネットで支援金をみんなから募るってやつ？あれならユタボンのことを応援してくれる全国のファンから協力してもらえるかもよ。よし、俺やってみる。車の名前はユタボンスタディーゴーや。2021年、ユタボンは日本全国の不登校の子供やその親たちを支援する旅を計画する。クラウドファンディングにて支援金を募った結果、147人の支援者から合計487万2111円を集めることに成功した。スタディー号と呼ばれる専用車を製作し、2022年6月スタッフとともに47都道府県を巡る旅を開始。不登校の子供やその親たちを勇気づけるため、自らが赴いて交流を図ろうという目的だった。旅での出会い全てが学び、スタディーであると明言していたユタボン。しかしその行動には非難の声が上がることも少なくはなかった。なあ、腹減った。うまい。さて次はどれにしようかなっと。同年8月11日、自身の TikTok を更新したユタボン。旅の途中で立ち寄ったと思われる回転寿司店で寿司を頬張る姿を投稿していた。変顔やオーバーリアクションを披露しながら、レーンに寿司が到着するや否や、さらに口を近づけ犬食い。口に入らなかった寿司を手で詰め込み、最後には指をベロベロと舐めているシーンも映されていた。さらに驚くことに、その指を洗うことも拭くこともなく、そのままタッチパネルを操作し追加注文。この非常識な行動にネット上では無論批判の声が殺到していた。こいつ何やってんの？唾液のついた手でタッチパネルとか、もう通報レベルやろ。食べ方汚すぎ。この子のしつけどうなってるの？学びの前に食事マナーを覚えろよ。この親子、自分たちが楽しければ何やってもいいと思ってるよね。現在中学2年生となるユタボン、まだ未成年である彼の食事マナーに関しての責任は両親の教育が問題であるという声が多く上がっていた。さらに動画に映っているのは主に本人だけだが、スタディー号の運転をはじめ周りにはスタッフと呼ばれる大人の存在も伺える。一部では心理カウンセラーとして活動する父親中村幸也の存在をほのめかす声も聞こえていた。そんな中、この件に関してある視聴者が取った行動が話題に。その内容とは。ユタボンについてかっぱ寿司から回答いただきました。この度弊社ホームページのお客様ご意見からご意見を賜りました。 YouTube を含む店内撮影を希望される方に関してですが、事前にご連絡をいただき撮影内容を確認させていただいております。今回ご連絡をいただきました件については、弊社では許可をしていない撮影でございましたが、ご不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。ユタボンの動画に対し直接店側へ問い合わせをした視聴者、その結果無許可での撮影だったことが判明。
YouTube で15万人ものチャンネル登録数を抱え、影響力のある存在であるユタボン。その1ヶ月ほど前には飲食店に突入し、 PayPay アカウントに送金するよう呼びかける動画も話題となり、物議を醸し出していた。汚い手でタッチパネルを触ってしまってごめんなさいでした。8月17日、ユタボンはツイッター上で謝罪。若干文脈には違和感があったものの、さすが YouTuber、 そこには自分が指摘されたことを素直に受け止める姿が映し出されていた。幾度となく世間を騒がせてきたユタボンだったが、騒動はこれだけにとどまらなかった。へえ、ユタボンってあの堂々と不登校を宣言してる子だよね。もう中学生になったんだ。日本一周するためにクラファンか。頑張ってるみたいだし、応援してみようかな。スタディー号での旅の目的には、協力してくれた支援者との交流も含まれていた。実際ユタボンはクラファンに参加した全国各地の支援者の元を回り、食事をする姿なども投稿。新潟県在住のある支援者もまたその一人だった。ユタボンです。お会いする時間を決めたいと思います。新潟県に行くのは7月28日と29日なのですが、7月29日のお昼以降で都合がいい時間とかありますか？あれ、ユタボンからメッセージが来てたんだ。気づかなかった。もう日にちが過ぎちゃってるよ。でもこのメッセージ7月25日に送られてきてるよね。っていうことは4日後に会えないかってこと？平日の昼間だし、いくらなんでもそれは。ユタボンからのメッセージに支援者が気づく前に、新潟を訪れる日は過ぎてしまっていた。支援者は自身の確認不足を反省しつつも、指定された日時が4日後の平日昼間だったことから、いずれにしても調整は難しかったと感じていた。クラファンでユタボンに支援をした人たちって大体の人が大人だと思うんですよ。ということは仕事をしているってことじゃないですか。友達に会いに行くみたいな軽いノリで来られても都合がつきませんよね。まだ中学生なので仕方がないかもしれません。メッセージに気がつかなかった謝罪と合わせて、相手の都合も考えてもらえるようお伝えはしました。この先また同じようなことが起きなければいいんですけどね。本来であれば自分の夢を実現するために支援してくれた人へのお礼参り。しかしユタボンの行動は相手の都合を全く考えていないようにも取れる。中学生であるユタボンがまだ社会的に未熟であることを考慮していた支援者だったが、事態は思わぬ方向に向かっていた。こちらとしましては、6月17日に新しい住所を教えてくださいとメールしましたが、そちらが新しい住所に編集されたのがそれから1ヶ月以上経った7月23日でした。こちらは引っ越し先が新潟県か県内かもわからず、他にもお会いする支援者の方や不登校の子たちがいましたので、お会いする日程調整のしようがありませんでした。なお、クラウドファンディングでの支援金は返金しますので、振込先をお教えください。支援者の住所登録が遅れたことにより、ユタボン側からの連絡も直前までできなかったと返信があった。さらにユタボン側からは提案されたのは返金対応。これに対して支援者は、返金することであっさり解決するとは、なんとも事務的な対応ですね。はい、私としては純粋にユタボンを応援する気持ちだけで出資していましたので残念でした。他に方法がなかったんでしょうか？例えば日程の詳細を明らかにするとか、別の返礼品で対応するとか、私の方からも提案はさせていただきました。この先同じようなトラブルが起きないとも限りませんからね。ユタボンが中学生であることを鑑みつつ、社会人の大人としてアドバイスを送っていた支援者。しかし事態はさらに悪化の一途をたどることに。新しい住所は教えられるはずですし、そもそもメールで送信できるはずですよね。1ヶ月以上も返信がなく、どこに引っ越したかもわからない方に何をどう知らせろというのでしょう。北海道の次は近畿地方となっておりますので、キロで新潟県に寄る予定はありません。え、なんでこんな喧嘩腰なんだろう。せっかく応援したいと思って出資したのに。っていうか、北海道から車で近畿地方に行くなら途中で新潟県に寄ることも不可能じゃないよね。この子、日本地図ちゃんと分かってる？支援者からのアドバイスに対し、ユタボンからは逆切れのようなメッセージ。事前にお互いの予定が合わない場合はお会いできないかもしれませんと伝えられてはおり、
その際は返金対応するとしていた。しかし、出資をしてくれた支援者に対してあまりに強気で高圧的な態度を示したユタボン。一連のやり取りに対し、ネット上ではユタボン自身ではなくある人物をフォーカスする動きが起こり始めていた。これって明らかに見せしめですよね。ユタボン君、父親が元凶だと言われてるけど、改めてそうだな、やばいなと思った。新潟の支援者さんとのやり取りを見て。たった一人、ましてやお金を出してくれた人にここまでやりますか。そして改めてこのアカウントの中身が中村ゆきやということを再認識することができましたね。不満があるなら自分のアカウントで言えよ、腰抜けが。無限とも言っても過言ではない時間を持っているユタボン。社会人の支援者の都合に合わせて日程調整することはそれほど難しいことではないようにも見える。支援者に対し感謝の気持ちがあればなおさらではないだろうか。まだ未成年である YouTuber としてのユタボンを背後で操作している人物。それはユタボンの父親、中村ゆきやではないかということは以前からささやかれていた。ユタボン君ですか？小学校の卒業式の参加拒否などはありましたが、投稿した日は特におかしな言動はしていないようでしたよ。 YouTube での言動は父親にやらされていたんでしょう。保護者の間では父親に利用されているかわいそうな男の子という認識です。かつて不登校になった理由を周りの子供たちが親や先生の言うことをはいはい聞くロボットに見えたからと語っていたユタボン。本当のロボットは自分自身だったということだけは避けたいのではないだろうか。